ってるよ。古本。私たちは埼玉県立埼玉高校放送部。今日は埼玉の観光地紹介で長瀞にやってきました。部長、映ってます。はけてはけて。さあ見てください、ライン下りが上の方から流れてきました。皆さん楽しそうですね。光足りないわね。十分足りてますから。っていうか拾っちゃうんで喋らないでください。ちょ、眩しい。ちょ、必殺部長ビーム、うっとうしいんじゃボケところで、カナエは夏休みの宿題は終わったかい？終わりましたけど。さすがだな。じゃあ今度移させてくれ。嫌ですよ。っていうか3年生が2年生の宿題移してどうなるんですか？問題ない。私はまだ去年の宿題も終わっていないからね。問題だらけだよ。早く行かないと SL 来ちゃいますよ。 SL って何の略か知ってるか、かなえ？いや、わかんないです。何ですか？私も知らない。ふざけんな。まあ、いっか。そろそろお腹すく時間よね。そうですね。だろうと思って、今日は私が二人のためにお弁当を作ってきたよ。え？ほら、お切り込み。汁物、どっから出した今？っていうか、なんで煮立ってるの？美味しそうですね。少しは食べないなさいよ。今度は熊谷にやってきました。さすが日本一の暑さ。気温も37度を回って。あー、暑い。もう歩きたくないわ。ちょっと部長、黙っててください。まだ私のセリフなんですけど。そんなことよりいいこと思いついたかなえ。部長のいいことって基本的にどうでもいいことじゃないですか。いいから聞いときなさいって。何ですか？私をおぶるのはどう？どうもこうもねえよ。嫌だよ。よく聞け、カナエ。私はカナエにおぶられるために生まれてきたような女だ。ん？つまりカナエにおんぶに抱っこ。うるせえな。はい、カット。オッケーです。さとみ、ちょっと待って。このまま使う気？バッテリー残量があんまりないからね。あれ？バッテリーの替え、部長が持ってくるって言ってませんでしたっけ？なんかちょっと重たかったからね。忘れちゃった。わざとじゃねえか。来ましたね、熊谷名物雪くま。冷たくてとっても美味しいです。カット。どうしようか。笑いが一切ないわ。いりません。もうちゃんとやらないと来年新入部員入らなくて廃部になっちゃいますよ。大丈夫。その頃もう卒業してるから私関係ない。仮にも部長だろうが。っていうか、ちゃんと卒業できるんですか？確かに自信ないんかい。はい、こちらは行田古代蓮の里。見てください、蓮の花が綺麗ですね。里見よ。はい。実はハスが一番綺麗に咲く時間は朝で、だいたいこの時間帯花は閉じてるんだ。へえ、そうなんですか。じゃあなんで今咲いているんですか？それは私があらかじめハスの妖精たちにお願いしておいたからだよ。ああ、なんか部長なら本当にできそうですよね。なんていうか、部長って見た目人間っぽくないし、中身も人間としてどうかなって思いますもん。おう、言うね。あー、もう二人とも本番中に何話してるんですか？あ、ごめん、まだ撮ってなかったよ。あ、バッテリーも切れた。カナエのせいじゃないよ。そうだよ、あんたのせいだよ。もう本当、どうすんのこれ。とりあえず帰ろうか。何してるんですか？帰りますよ。
うん。バイバイ。何か言いました？ちょっとお花の妖精に挨拶をだね。もうまたわけわかんないことを。早く行きますよ。Thank you.